はい、めぐみさん、私は今新大久保にある新大久保韓国横丁に来ています、はい、こちらの建物の1階と2階にはですね、韓国の市場や屋台をイメージした建物でして、10軒のお店が入っているんで す、 いいですね。韓国のローカルフードを味わうことができる今大人気の注目スポットということで、では早速入っていきたいと思います。雰囲気あるな。まず最初に目に入ってくるのがこちらのおでんなんですけれども、ただのおでんじゃないんですよ。ご覧ください。かわいいですね。夜間おでんになっているんです、うん、夜間の中におでんが入っている、とってもかわいらしいおでんなんです、はい、こちらはですね、うん、魚のすり身を揚げたものになっているということなので、では早速いただきます。魚のすり身を揚げたもの、はい、すり身吸って揚げて、うん、うん、おいしい。ふわふわですね、すり身が。そして噛めば甘みがじゅわっと出てきて、またちょっとこのピリ辛のタレがよく合いますよ。あったまります。でですね、どうしてこれ夜間に入っているのかと言いますと、この夜間をこのようにコップに注いでお出汁も飲めるの、楽しむことができるということなので、夜間に入っているんです。いや、あったまりますね。すごいおいしいお出汁が、はい、このようにですね、韓国のローカルフードたくさんありますので、うん、一気にご紹介していきます。はい、韓国ドラマで大人気、うますぎる韓国横丁グルメ巡り。まずは韓国の家庭料理専門店第一食堂の人気メニューは、釜豚チュムルロクセット。自家製のヤンニョンソースに漬け込み、熟成させた豚のロース肉を玉ねぎ、ネギ、えのき、キャベツなどとともに釜の蓋で豪快に焼く料理。どんな味なんでしょうか。いただきます。うん、美味しい。甘辛のタレがとっても美味しい。お肉が柔らかいし、お野菜のシャキシャキ食感。続いては韓国式中華の店、上海ポチャの人気メニューは、韓国ドラマによく出てくるジャジャー麺。現地では老若男女に愛され続ける国民食だとか。極太の麺に豚肉、玉ねぎ、キャベツの入った濃い茶色のあん、これをよく絡めていただきます。さあ、山本さん、もうあと7秒ですよ、あと5秒ですよ。山本さん、麺がもちもちですね、でこの濃いタレがよく絡まってて、とっても美味しいですよ。韓国ドラマで大人気、うますぎる韓国横丁グルメ巡り。韓国式海鮮屋台の店で人気なのが、カンジャンエビ、すったリンゴ、生姜、ニンニク、赤唐辛子などが入った醤油のタレに、生のエビを一晩漬け込んだ料理。韓国のカニ料理ケジャンのエビバージョンです。その味教えてください。お醤油がとっても染み込んでて美味しいですね、またエビがプリップリですね。うわ、これとっても美味しい、最高です。半顔の奇跡でいただくのは冷凍サムギョプサル。1980年代に流行った冷凍肉のサムギョプサルが、今韓国で再び流行中だそうです。生肉のサムギョプサルと違い、冷凍肉が薄く切られているので、何枚でも食べられると大人気なんです。これは絶対美味しいですよね。お肉が薄いから何枚でも食べられちゃいますね。これ最高。キムチとナムルと よく合います。韓国ドラマで大人気、うますぎる韓国横丁グルメ巡り。韓国で流行っているチキン専門店、いろんなチキン料理がある中で、こちらで人気なのはタッカンジョン。カリッと揚げた鶏肉を秘伝のコチュジャンのタレで和えた一品。ヤンニョンチキンより甘めの味付け、ナッツが振ってあり、香ばしさが際立ちます。そうなんです。わー、美味しい。ヤンニョムチキンより甘みが強いですね。ちょっと辛みもあるんですけど、
周りのナッツがいい味を出してます。最高です。ソウルのおしゃれなカフェが並ぶシンサドンで流行中のホルモン焼き専門店。店の一押しはチュコプセ焼き。イイダコ、ホルモン、エビをヤンニョンダレと絡めて焼いた料理です。もともとはチュコプセ鍋という鍋料理だったのですが、焼いてみても美味しかったということで完成したオリジナルの料理です。うわ、噛んだ瞬間油が出てきました。ホルモンの周りがカリカリなので噛んでるとすごく美味しみ、あの旨味が出てきた。韓国ドラマで大人気、うますぎる韓国横丁グルメ巡り。泡包みシャンパンマニアの人気おつまみが泡包み餃子。ニンニクあり、ニンニクなしを選ぶことができ、ボリビア岩塩、自家製チリオイル、トリュフオイル、自家製ごま味噌だれ、自家製バジルソース、馬路村の柚子ソースなど6種類のタレで食べることができます。こちらは豚足の専門店。漢方食材とともに6時間煮込んだ自家製豚足が看板料理。生野菜の上に豚足、網の塩辛、ヤンニョンソース、キムチなどを乗せて食べるのがおすすめです。さあ、そしてこちら豪快にバーナーで焼いていただいているのはですね、エビチーズイイダコフォンデュになっています。鉄板の上にはモッツァレラ、チェダー、クリームチーズの3種類のチーズ、その下にエビとさらにイイダコも入っていて、仕上げにこのようにバーナーで上から焼いてもらっているんですね。香ばしい、とってもいい香りがしてきました。溶けてる、ありがとうございます。おいしそう。ではこの後こちらいただきたいと思います。とってもいい香りです。さあ、では出来たてのイイダコチーズタコフォンデュいただきたいと思います。わあ、チーズがこんなに伸びるんですね。いただきます。甘みと辛みが美味しい。最後にバーナーで焼いているので香ばしい香りも漂ってきますし、あと3種類のチーズを使っているので、チーズがとっても濃厚で、このイイダコのコリコリ食感もたまらなく美味しいですね。すごいなこれ、最高です。そしてエビもいただきますよ。なんか 見た目にも面白いですね、こうやってね、なんか変化が楽しい。取りたくなります。エビプリプリだ。プリプリ美味しい。プリプリか、とっても美味しいです。こうやってみんなで囲みながらワイワイしながら食べるっていうのもまた楽しいですよね。すごく美味しいです。最後のバーナーで焼いているのがとっても味が染み込んでいて美味しいです。現場からは以上です。はい。